麻薬取締局の記章。入れられている文字は、司法省麻薬取締局特別捜査官。US 省は連邦捜査官のい。連邦捜査官省の場合、保持者番号は里面に掘ってあることが多い。アメリカ麻薬取締局は、アメリカ合衆国司法省に属する警察機関であり、1970年規制物質法の執行を職務とする連邦捜査機関である。 1973年5月28日、時の大統領リチャード・ニクソンが設置法案に署名し創設された。連邦捜査局との競合管轄権を有するものの、麻薬取締局は連邦麻薬法の国内施行に関する主導機関であり、また国外におけるアメリカ合衆国の麻薬の捜査及び追跡に関する単独責任を有している。逮捕した。 カリカルテル幹部、ミゲル・ロドリゲス・オレフエラを移送する DEA 捜査官2008年にアフガニスタンで行われた大麻薬作戦で押収した大麻を焼却するファスト長は麻薬取締局長官であり大統領が上院の助言と同意に基づき任命する長官は司法副長官を通して司法長官へ報告を行う長官は副長官、作戦部長 作戦支援部、情報部及び人的資源部の各部門を統括する副長官補、主席財務官や主席顧問などにより補佐される。麻薬取締局においては、長官と副局長のみが大統領により任命され、その他の職員はキャリア公務員である。麻薬取締局の本部はバージニア州アーリントンにあり、アメリカ国防総省の向かいに位置する。訓練施設である、 d a アカデミーをバージニア州クアンティコのクアンティコ海兵隊基地内に保持している。国内には12支部と237カ所の現場事務所を持ち、58カ国に80カ所の国外事務所を有している。20億ドル強の予算を用いて、5000人強の特別捜査官を含む1万1000人強の職員を雇用している。麻薬取締局の方針により、 ハードドラッグ使用歴のある応募者は先行から除外される。この審査には通常ポリグラフテストが盛り込まれる。この問題についての麻薬取締局の比較的、堅固な姿勢は連邦捜査局のそれと対照的である。連邦捜査局はドラッグ使用についての雇用方針の緩和を検討している。また、テキサス州エルパソにある エルパソ情報センターの共同運営を行っている。エルパソはアメリカ・メキシコ国境が近く、この施設は麻薬及び入国の執行において重要な役割を果たしている。実動部隊としてファストと呼ばれる特殊部隊を有している。麻薬取締局は所定の場所における登録システムを持っている。このシステムにおいて医療専門家、研究者、製造業者に スケジュール愛薬物を利用する権限を与えている。認可された登録者には DEA ナンバーと呼ばれる番号が与えられ、これはもっぱら規制薬物の追跡に用いられる。アメリカにおいて麻薬乱用に関連した問題の多くは合法的に製造された規制物質が合法的目的から不法取引へと転用されていることを原因としている。抑圧性や興奮性の薬物は 合法的な医療使用を目的として製造されたものであっても、その多くが乱用されることがあり、それゆえ法的管理下に置かれることとなった。この法的管理の目標は、規制物質の医療への迅速な使用を確保しつつも、違法売買及び乱用目的で流通することは確実に防止することである。この法的管理は連邦法に基づいて行われており、 規制薬物の製造もしくは流通を行う事業、投薬、管理もしくは処方を許可された医療従事者、処方薬の調合を許可された薬局、これらすべては麻薬取締局に登録する必要がある。そしてこのような登録者は薬物の保安、記録責任、規範の遵守に関して一連の要求基準を満たさなければならない。連邦捜査局は 集裁犯罪やスパイを取り締まり、薬物犯罪は、基本的に管轄外。ありがとうございます。